中国湖北省武漢市からこのほどフランスを訪れた中国人ツアー客らがパリのホテル内にあったキーと枕を持ち帰らないでとの中国語の警告文にショックを受け中国人のメンツを守ろうとこの警告文を撤去するようホテルに求めたその代わりにツアー客らは他の中国人観光客らに宛てたメッセージを用意しホテルも警告文の撤去に応じたという 武漢番法が25日伝えたこのパリのホテルでは中国人以外の外国人宿泊客がキーを持ち帰ることがあるが枕を持ち帰るのは中国人客だけだという枕を持ち帰る理由について関係者らは記念にするためではないか旅行で長い間バスに乗るので体を支えるためではと指摘した武漢のツアー客たちは14日 宿泊するホテル内に、キーと枕を持ち帰らないでください。キーは5ユーロ、枕は50ユーロと書かれた中国語の警告文が貼られているのを見て、恥ずかしく、この警告文によって、中国人客のイメージがさらに損なわれると、ショックを受けた。16日に、ホテル経営者との面談を申し入れて話し合うと、経営者は、この警告文について、注意を促しているだけで、 中国人客を傷つける意図はないと説明したツアー客らは中国人観光客へのメッセージを作成しホテルに託したタイトルは思い出以外は持ち帰らないで内容は枕を持ち帰らないでといった警告文は中国人として非常に恥ずかしい海外に出れば私たちは国を代表する存在少しのマナー違反が中国人のイメージを 回復が難しいほど傷つけるといったものだったツアー客らはホテルに対してこのメッセージを警告文に変えて貼り出すよう要請ホテル側もこれに応じ24日までに警告文を撤去したネットユーザーの反応ルール守れ行いを正してからメンツを語れよルーブル美術館でも中国語の解説機だけ今は貸し出してないそうだ 返してもららえないからだと枕の持ち帰りが少しのマナー違反だって万引きは窃盗ですもちろんホテルの枕を持って帰るのも窃盗ですよ少しのマナー違反って枕持ち帰るなって警告されるなんて前代未聞だろ枕を持って帰らなければいいだけでは日本の旅館じゃテレビを持ち帰る旅行者がいるとかでチェーンでつなぐ羽目になったとか ルーブル美術館での中国人団体旅行客のバカ騒ぎには驚いた。抗議の前に、そうした行いをするお仲間を戒めろよ。メンツを守りたいんなら、張り紙撤去より、先に行動に表せよ。神戸に行ったときに、バイキングで、中国人の団体と鉢合わせしたけど、やつら声はでかいし、盛り付けの皿ごと行くからな。枕を持って帰るなんて発想がないわ。 テレビは鎖につないどけスーパーとかサービスエリアのトイレットペーパーも鍵付きになったねタイをはじめ東南アジア各国のホテルでもよく見るぞ今までで一番インパクトあったのが親のバッグからだけじゃなく小学生くらいの子どものバッグにもホテルの備品を詰めまくってたのを見たことがあるわ一緒にいた華経の友人もホテルの従業員と一緒になって怒ってたわ 中国語で怒ってたから、後で内容を聞いたら、自称先進国の人間のくせに、子供にまでこんなことをさせて恥を知れ、自分のルーツがお前らと考えるだけでヘドが出る。と、まくしたててたらしい。ただ、子供の前で親を、ああいう風に叱りつけたのは自分もまずかったと反省してたわ。そこらへんが中国人と華境の違いなんだろうな。